劇団トビラズの三浦修平です。なかなかカメラ前で芝居をするという経験がなかったので、舞台のお客さんに対して送るようなイメージで自分でこのシーンこうかなみたいなことをちょっと模索しながらやった日々でしたね。声優さんが一緒に共演させていただくっていう機会が、まあ、なかなか本当にないんですけど、本当になんか声の使い分けとか演じ分けだったり、本当に年齢が変わって聞こえる瞬間とかがあって、本当にそういう部分では初めて共演させていただいていい経験になったなと本当に思います。ボイスアクト僕の種がない、最後までお楽しみに。ありがとうございます。